はい、SS 打ちます。これは停止ゴリだもんね。あ、すごい。イラスト変わってるわ。はい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 。これでもおこつくん2体いるからね。いや、これ強いよな、やっぱ。変装 SS 強いよな。はい、YouTube をご覧の皆様、こんにちは。ユーザー正気です。ということで、今回は怪盗キッド使っていきたいと思います。せい。まあ今回のコラボの超究極の降臨キャラということで、まあ期待はしてるんですけれども、まあ一番ね、評価するべき点は、やっぱり、乙骨くんとのシナジーがいいってことですよね。乙骨くん強いな。乙骨くんやっぱやばいな、このキャラ。やっぱそこかな。非常に、ダメオワープ貫通の光属性ということで、そこがやっぱりいいのかなと思いますね。で、あと、まあ、SS ですよね。この特徴のある。オールアンチ&停止後に最初に触れた味方に変装するということで。まあ、この SS はね、降臨キャラにつくには、まあ、かなり強いよね。ダメは。でね、ちょっとね、今日はね、お話ししたいことが結構あって。まあ、ちょっとね、今ね、ハッピーなんですよ、俺。結構ハッピーな気分なんです。っていうのも、まあ、ちょっと詳しくはね、言えないんですけれども、いつもこのチャンネルを見てくださっている、とある視聴者様からですね、ちょっと、まあ、なんて言うんでしょうね、嬉しいお知らせというか、ご報告をいただいて、ちょっと今ね、幸せな気分になってます。はい。プライベートな情報なので、まあもう全然、言うつもりはないし、ちょっと皆様には、まあ、共有できないんだけども、できないんだけど、非常に幸せな気持ちになっております、私。すいません。すいません、つうか、まあ、いいことなんですよ。いや、嬉しかったね。はい。ということで、そう、あとね、この変装 SS。変装 SS ね、多分ね、一番最初についたのが、ルパンだと思うんだよね、ルパン三世。モンストが結構昔に、もう結構初期だよね、あれ。ルパン三世とコラボした時に、降臨キャラのルパンがね、変装 SS 持ってたんだけど、その時だった。で、俺ね、モンストで初めて運極にしたキャラがルパンなんすよ。そう。しかも、そう、ルパンコラボの時期ね、俺ね、入院してたの。入院してたんすよ。なんで入院したんだっけな。喘息かな？喘息がひどくなって、確か中学1年か2年か1年かな。まあ、そこら辺の時期だったんですけど、ちょうど入院してる時に、もう入院してるからさ、することないんですよ。やることなくて、もう寝ることぐらいしかなくて、もうモンストスッカーって言って、もうずっとね、こなんじゃねえ。ルパン三世の、あ、これ撃つか。これ撃っとくか。ルパン三世の、クエスト周回してましたね。はい、SS 打ちます。これは停止ゴリだもんね。あ、すごい。イラスト変わってるわ。はい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 。これでも乙骨くん2体いるからね。これいいよね。てかこれさ、変装したルパンに当たったらどうなんだろう。ルパンじゃねえや。怪盗キッド。どんだけルパン好きなの。いや、これ強いよな、やっぱ。変装 SS 強いよな。そう。何の話してたんだっけ。そう、ルパン三世が、そう、初めてね、運極にしたキャラなんだけど、そうそう、で、入院してたって話だ。そう、で、昔のモンストって今みたいに、運極簡単にできなかったっすからね。確かあれなんだっけな。確かだけど、銭形警部のクエストがあって、EX でルパンが確か出てたの。確かそうだったと思うんだけど。そう、それで、もうね、入院中やることないから、もう一人でもうひたすらに銭形警部回って、ルパン三世、運極にしましたね、俺。懐かしいなぁ。だから多分、今のね、使用回数見ても、ルパン三世結構使ってると思う。ということで、打とうかな。乙骨くんになろうかな。はい。SS です。いいよね、やっぱこれ、トガちゃんもついてるけどさ、運枠にしてはね、めちゃくちゃいい SS だと思いますね。てかやっぱ乙骨くん強えな。乙骨くんね。なんでスターライトミラージュだったの？運営さん。
マジでスターライトミラージュじゃなかったら引いてたわ。呪術コラボ第2弾はね、ちょっとさすがにちょっともう蒸し返すのあれだけど、ちょっとあのコラボはちょっとねって感じだったよね。だって呪術ファンもちょっと怒ってたもん。そうだから呪術コラボの第2弾が決定した時の、モーストニュースの動画が今のこのチャンネルの3番目かな、うん、3番目に回ってる動画で7500ぐらい、7500再生ぐらいされてるんですけど、そうでね、結構いろんな方からコメントいただいて、あれはないみたいなみんな怒ってたわ。お、もう回ってきたね。これ当たるかな、これ横間で下がっていってもう怪盗キッドについて全然触れてない何の動画これマジで全然触れてないんですけど、いや強いよ怪盗キッドは、うん、普通に。まあ長距離用溶弾は正直ちょっと威力には期待できないけど、まあ SS とね、まあ、SS だね、うん、SS で何にでもなれるからね。で、乙骨組んで殴れると。乙骨組んで殴れると。いうことですね。強っ。うんうん。やっぱこういうことだよね。うん。これ強いよ。これもうなっちゃおうかな。で、意外とね、12ターンだから結構回るね。うん。いいね。これでね、乙骨くん持ってね、俺も乙骨くんゲットできてるってことだね。はい、ちょっと外で子供が遊んでる。おお、ああ、え、ああ、え、そこなんだ。最後のバーンがやばいんだ。ジュリエット撃ちまーす。じゃーん。やば、え、強っ、え、防御力アップしてんだよね、あなた。え？やっぱね、ジュリエット強いのよ。あの、この動画以外にもね、言ってるんだけど、あの、ジュリエットめっちゃ強い。俺結構好きなんですよ。はい。バイバイ。OK！ うん。運曲作っときたいね。でもね、普通にあの、クエストが難しいから、怪盗キッド。まあ、機長とか、まあ、コナン君持ってる人ならいいんだけど、あれ持ってないってなるとね、結構難しいんで、ちょっとあの、無課金攻略の動画とかね、撮ってみようかなとか思うんだけど、まあ、作っといた方がいいんじゃないかなと思いますよ。はーい。バイバイ。